献血カードのアプリができました。献血予約がとっても簡単、事前に問診回答もできちゃうんだ。そうなんです、血液検査の結果もわかります。献血ウェブ会員サービスラブラット。もうちょっと勉強してたらよかったなってといろんなことを、はい、本当にも学校で習う数学とか、うん、もうそういうものをもっとしっかりやってたら何かが違ったんじゃないかと思います勉強はもうあの10代の頃から多分もう後悔してるんで、ずっと現状でずっと後悔してるんで、はい、一切してなかったんで僕もう少しなんでしょうね、砕けて同級生の人たちとなんでしょう、うん、楽しんでやってもいいんじゃないと、まあ、やってたと思うんですけど、うんうんうん、もっともっとなんか恥ずかしいこともやっていいんじゃないかなと思いますね。すごく斜に構えた高校生だったんで、もう俺そんなことしないからみたいな、はい、そういうところもあったんで、うん、もう少しなんか楽しく高校生らしい過ごし方っていうのはあったんじゃないかなと思って、うん、はい、やっぱお友達同士でね一緒に行ったりとか、うん、やっぱ一人ではやっぱなかなかちょっときっかけがそれこそないので、なんか本当に気軽に行ってみようよっていうなんか気持ちでお友達何人かと行ったりとかすると、うん、まず第一歩にはなるんじゃないかなとは思いますね。行くことの以外で知るなんていうんですかね、雰囲気のものっていうか、そういうのが少し自分の中ではあったらいいなって、その調べるきっかけではなくなんていうんですかね、知るきっかけというか、うんうん、確かに分かんないですよね。そうなんですよね、うん、行くっていうこととか調べるっていうこと以外でなんかきっかけが見つかったらいいなっていうのもあって、やっぱり今回こうやって僕らはその発信できる側に立てたっていうのはありがたいなとは思います。いきます、いきます。献血様ほんのちょっとだけ上に上がって、ほんのちょっとだけすると、あ、完璧でございます。献血様も完璧です。真面目なバージョンいきます。真面目なのからいきます。真面目なの2枚いったらもう優しくなります。はい、いきます。はい、そうです。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いきます。それぞれバスアップで、はい、いきます。はい、あ、1個、あ、そうですね、バスアップいきます。で、寄ります。もう1枚です。最後の1枚です。ありがとうございます。はい、OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。